はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日はですね、右か左かちょっとわかんないけど、プロモーションを含むと書いてある通り案件動画でございます。で、ちょっと待って、案件と聞いてね、動画閉じる方もいらっしゃると思うんですけれども、しっかりとしたお店でね、応軍もいたしますので、最悪ね、興味ないよって方は、食べるところまでね、早送りしていただいても構いません。で、今回ね、紹介させていただく商品なんですけれども、こちらでございますね。見ての通り、サプリでございます。サプリってさ、めちゃくちゃ怪しく思うじゃない。僕もね、見る側だったら動画切ってると思うんだけど、マジで切らないで。こちらの商品なんですけれども、日本で唯一病院が監修して、病院がね、しっかりと作ったサプリでして、本当にちゃんとした商品なんで、下手なことが言えないんですけど、いわゆるね、免疫を強めてくれるサプリということで。まあ、なかなかね、コロナが流行ってからは、感染症対策で表に出るのを控えてるとか、外食を控えてるって方も多かったので、本当にね、いいものであれば、そういった方の手助けになるように、今回はこの案件を受けさせていただきました。まあ、オープニングにね、難しい話をしても、しょうがないかなと思いますので、とりあえずね、今日は早速、お店に行って大食いしていきたいと思います。エンディングでね、詳しいことはお話します。ということで、本日ね、お伺いするお店の近くに着きました。近くというかもう横なんですけれども、本日伺うお店は、僕ら大食いがね、散々お世話になっております。高もめさんのセカンドブランドのお店が、新店としてね、先日オープンいたしました。まさかのね、二郎系のお店のセカンドブランドが、煮干しのお店をオープンいたしました。ちょっとね、普段はまだ夜営業のみしかやってないんですが、今回はね、撮影ということで特別に昼の時間にお邪魔させていただいております。なのでね、まあこんな感じでまだ店舗はシャッター閉まっているんですけれども、本日はですね、こちらのお店で煮干し系といえば和え玉と替え玉がありますので、本日は麺何玉食べれるか挑戦していこうと思います。まあ挑戦とは言っても無理ない程度に、このね、新店の良さを皆様にお伝えできればと思いますので、早速ね、店内に入って美味しいラーメン食べていこうと思います。ということで、ただいまね、店内に入ってきております。まずね、このジンベエさんメニュー注文する前に、ちょっとね、食券機の方で販売してるね、メニューを確認していこうと思います。先ほどご説明した通り、煮干しのお店なので、デフォルトメニューはこちらでございますね。中華そばと濃厚中華そばの2種類となっております。で、そこにもちろんこちらの和え玉であったりとか替え玉もご用意してありますので、一杯じゃ足んないよって方は、大盛りとは不可ですので、こちらの方で麺足してみてください。特製になると豚、鶏とレアチャーが増えて、ぶり2枚に極太メンマ3本がついてきております。で、今回はね、通常に1杯2杯食べるだけではなくて、替え玉やね、和え玉をがっつりと頼ませていただいて、レアチャーシュー丼なんかもあるらしいので、ご飯物と一緒に食べていこうと思います。ということで、一杯目がね、到着いたしました。こちら、一杯目にいただきますのが、煮干しの、いわゆる中華そばでございますね。こちらもね、早速、いただきたいと思います。こちらね、濃厚の種類ではないんですけど、これもう見えるかな？もうスープがね、結構濃いですよ。うわぁ、濃い。煮干しはもちろんなんですけど、動物系の甘みとか、まあそういったいろんな乾物、動物の甘みが加わって、すごいね、濃厚だけど、いわゆる煮干しの濃厚タイプでしょっぱいのよくあるじゃないですか。そういう感じではなくて、もう本当にバランス型って感じ。ちょっとこれ麺いこうか。麺はね、もちろん自家製麺となっておりまして、いわゆる煮干し屋さんの細麺に比べると、かなり太めの仕上がりになってますね。ちょっと、あ、うまい。うまい。早速替え玉お願いしてもいいですか？あのね、茹で前で 140g 麺あるのに、これちょっともうほんとあっという間に完食しちゃいました。うまい。ちょっとね、これレアチャー丼食べていこうかなと思うんですけど、見えます？皆さん、こんだけ肉のってしっかりトッピングされてるのに300円。おかしい値段、価格設定だと思うんですけど、ちょっとこちらもね、いただこうかな。あ、うまー。バンバンジーに近いような
味付け。ちょっと甘みとごまの香りが効いてて、うん、うまいこれ。うわぁ、うん、うまっ。大麻一杯目のこれ替え玉到着いたしました。もうさ、この見た目だけで麺が美味しいのはわかるかなと思います。よっ、うわ、正直あのすごく昔から仲いいからとかそういう忖度脱ぎで並んででも食いたいぐらいマジでうまいこれ。うん、うまっ。うわ、ちょっとねさっき気づかなかったんだけど、替え玉あえ玉を頼む場合はだいたいね麺半分食べたタイミングでお声掛けくださいってことだったんで、そろそろ半分になっておりますし、続いてはね、あえ玉を頼んでいこうと思います。うわ、久々にこう、グッとくる煮干し食ってる気がする。うん、うまっ。うん、ちょっとね、これあえ玉来る前にご飯食べちゃいましょう。今これ、あえ玉ね、これ見えますかね、到着したんですけど、まあ麺量も多いし、しっかり具材とかも入ってるし、これで300円ですから、これは設定ミスですね、いろいろと。すごいな。うわ、ちょっとあえ玉の方はね、もちろん名前通りこのまんまでもいただけますんで、スープにつけずにまずはね、いただこうかなと思います。あえ玉にね、タレを絡ませるとこんな感じになりますね。うん、うまっ。本当にあのこれをスープにつけるべきか悩むぐらいもうこのまんまで完成してる。うん、うん、うわ、うまっ、うまっ。じゃあ本当申し訳ないですけど、最後替え玉もらっていいですか。うん、うん、ちょっとこのあたりでチャーシューもいただいちゃいましょう。チャーシューこんな感じでございます。ちょっとのスープに使っちゃったんで火は入ってるんですけど、柔らかそうよ。うん、ちょっとただいまですね、替え玉、まあ、これで3杯目。通常の、まあ、麺と含めて4玉目でございますね。さっき、ドボッと来ちゃったんで、麺だけでいただきます。うん。うん、ちょっとね、もう、あえ玉もかなりしてますし、スープも冷めてきましたんで、この替え玉を最後にしたいと思いますね。最後までね、これスープ美味しいよ。ということでですね、ただいま1杯目にいただきました中華そば、それに和え玉、替え玉といただいてきました。ごちそうさまでした。続いてね、2杯目濃厚の中華そばをいただいていこうと思います。ただいま2杯目届きました濃厚中華そばいただきたいと思います。うわー、もうスープがさあ、すごいうまそう。うわ、クリーミーだなー、うまい。ちょっとスープ見てください。しっかりととろみも出てますし、このね、濃厚な色味ですよ。もう見て伝わると思います。こんだけ濃度出したら普通煮干ししょっぱいと思うけど、全然しょっぱくないですね。
いません、早々に替え玉をお願いします。いや、さっきに引き続き本当うますぎて一瞬で麺なくなっちゃうわ。これ入れたらすっ、あ、生卵、今ね、ちょっとお店のオーナーさんに教えてもらったんだけど、生卵のトッピングも販売しておりまして、あえ玉とか替え玉とかをする際にスープに溶くと、なんかさらにこうまろやかでマイルド、コクの出るスープになるらしいので、ぜひね、ちょっと皆様も試してほしいんですけど、僕もね、後ほどの替え玉、あえ玉の際に試させていただきます。ありがとうございます。今、替え玉到着いたしました。そしたらね、先ほどお勧めいただいたこちらの生卵をスープに入れてみたいと思います。いかしていただきます。よっと、ちょっとこれ溶いちゃいましょうか、スープの方に。うわ、いや、まあ僕もね、よく二郎系とか行く際には生卵をね、漬け卵として食べますけど、スープに溶くのは初めてかもしれない。まあ徳島ラーメンとかはあるけどね、つけ麺風がおすすめということで、ちょっとこれつけ麺風でね、食べてみましょう。よっ、うわ、すげえ絡む。これちょっと見えるかな、この絡み具合、スープめちゃくちゃ絡むわ。うまっ、これうまっ、こんな合うんだ。ちょっとね、これ皆様も騙されたと思って、本当ね、来店したら一回試してみてください。ほんといいわこれ。うん、濃厚だけどマイルド、本当にね、この生卵を絡めることによってスープが一気に具材になりますわ。うますぎる。ちょっと今もうなくなりましたんで、すいません、あえ玉お願いします。やっぱりね、濃厚のスープなんかっていうのは基本的にね、ベースの方にも動物系の出汁もね入っているので、ほんと煮干し風味の入ったすき焼きというか、改めて考えてみると合わないわけがない組み合わせですね。ということで、今ね、あえ玉到着いたしました。追加でね、ちょっとあえ玉用にこれ生卵もいただきましたんで、これでいっちゃいましょうか。うわ、これね、いい卵を使ってますんで、黄身の色見えるかな、もうこれだけでもうたまんない見た目っすね。うまっ。ただ少しですね、今卓上にございます、これ煮干し酢がありますんで、あえ玉にもこれほんのりかけまして、もう痛風にとってはね、一番飲み干しちゃいけない煮干し系のスープ飲み干しちゃいました。ということで、ただいまですね、これ濃厚の中華そばで、もちろん和え玉も完食させていただきました。ここで終わる予定ではございましたが、メニューにはないんですけれども、この麺をしっかりと冷やして食べる TKM 風のまかないメニューがあるということで、最後はね、そちらを食べて締めたいと思います。ということで、本日ね、最後にいただくのがこちらでございます。いわゆるこんな感じで、麺は TKM 風に煮干しのスープもつけていただいて、漬け汁としてね、使ってくださいってことだったんで、こちらね、一緒にいただいていこうと思います。いただきます。よっ、ああもうこの絵がうまいね。この絵がうまい、これですよ皆さん。皆さんどうやっぱ今までのね、あえ玉とか替え玉と違って TKM 風なんで、麺がねしっかりと締まってるみたいなんで、ちょっといただきます。うまっ、うわー、これ美味しい。それこそこんなんなんかもう3玉4玉一緒でなくなりますよ。
ちょっと漬け汁みたいに一回いっちゃおうか。あーうまっいやもうこれはまかないでとどめておくべきメニューじゃないですよね。もう絶対に出すべきメニューですよね。うん、これ今何ための目だっけ、8、9ぐらいいってますけどペロリですねこれもう最後。ああまた、ごちそうさまでした。はい、ということでただいま自宅に戻ってまいりました。改めてですね、オープニングにもお話しした今回の案件の商品の説明なんですけれども、こちらでございますね。 SVM と D5000 という商品でして、さすがにねサプリ系ですから僕も全く試さずに皆様にね紹介するのは嫌なので、自分でも何ヶ月かねこれ飲んでみたんですが、免疫を高めるということで、ここ数ヶ月ね、僕自身は流行り病にはなっておりません。それ以外にも風邪とかインフルエンザとか、いわゆるそういった病気にはなってないんですけれども、まあこれがね、このサプリのおかげなのか、はたまたシンプルに自分の体の強さのせいなのかわかりませんが、結果的にはね、ここ数ヶ月はすごく健康的に過ごせました。もちろん免疫を高めるものなので、絶対にならないとかそういうものではないんですが、ただね、こういった商品を使用していただいて、少しでもね、外出てみようかなとか、外食に行ってみようかなとか、そういった気持ちになっていただけるような人が一人でも増えたらいいなと思って、今回受けさせていただきました。もちろんサプリとかの商品ですし、値段もね、安いものではないので、さっと買ってくださいってことではないんですけれども、少しでもね、気になっていただいた方は、概要欄に記載の販売ページの方でね、詳しい説明なんかも見てもらって、納得していただけたらね、ぜひ購入していただければと思います。まあ、本当にね、数年経った今でもこの正しい感染しにくい方法っていうのが、まだまだね、世の中的にはわからないところではございますが、少しでもね、ちゃんとしたものを皆さん様にご紹介できればなと思います。それでね、少しでもまあ外食だったりとかそういったものが盛り上がってくれれば、本望でございます。あくまでもね、無理に買ってくださいって話ではないので、本当にね、納得してくださった方には、ご購入いただければいいかなと思います。ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画だと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価、またですね、最近ではサブチャンネルでも活動を行っておりますので、そちらは概要欄からチェックしてみてください。それでは次の動画でお会いしましょう。じゃあね。はい、ということで本日もご視聴いただきありがとうございました。いやーね、ちょっと僕が動画始めてからほんと初期ぐらいかな、ずっとお世話になってる高野目さんがまさかね、二郎系からよ、この煮干し系の新店をオープンするとは思いませんでしたが、本当にね、こう侮れない、もうマジで一口目からこの煮干しうまって、もう忖度なしでね思うぐらい美味しいラーメンでございました。ぜひね、お近くの方、まあ、遠方だとしても、これ食べてほしい一杯ですので、気になった方はね、こちらの煮干しラーメン食べてみてください。そしたら、このあたりで早速ですね、コメント返信していきたいと思います。まずは、1件目こちら。こういったご質問結構いただくんですけど、家系ラーメンって朝、昼、夜、タイミングによってね、味の濃さ、違うのかってご質問いただくんだけど、これ、実際、結構違います。やっぱりね、家系のスープとか、あとは二郎系とかもそうなんだけれども、普通に使ってるメインの寸胴とサブの寸胴、まあ2個3個寸胴を用意してるお店が結構多いんですよ。というのもやっぱりね、営業しているとずっとね寸胴に火をかけっぱなしの状態になって、どん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 ねスープが詰まってったりとか、もちろんね杯数が出てくるとやっぱりスープの濃さって変わってくるので、普段の味に整えられるように、こういったサブの寸胴からね、こうスープを継ぎ出して、いわゆる詰まったスープを伸ばすような作業をするんですよ。だからね、その点ちょっと時間によって、その継ぎ出しする前前後によって味がね変わる場合がありまして、もちろんお店さんもね、ある程度一定にはしようとはしてるんだけど、どうしても若干の変化がある場合がございます。
なのでね、皆様が好きなお店でもさらにね好きな時間帯っていうのがもしかしたらあるかもしれないので、そういったねお店がある方はどん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 お店ちょっと時間帯を変えつつね通っていただいて、自分が私が僕が一番好きな時間帯をね見つけていただけると、さらにその好きなお店をより好きになれると思いますので、僕はおすすめさせていただきます。そしたら2つ目のコメントを紹介させていただきます。本当にね、毎回こうやって皆様のおすすめのお店コメント欄で教えていただけるの本当にありがたいです。僕もね、人よりは一応飲食店さん、ツイッターであり、インターネットでありね、いろいろと調べてるつもりではあるんですけれども、それでもね、やっぱり調べきれないので、本当にね、こうやって通ってるお客様から教えていただけるコメント欄の情報、めちゃくちゃ貴重でして、今後もね、ぜひどん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 こうやってコメント欄に書いていただきたいんですけど、今回いただいたこの北里屋さん、僕もいろいろと調べておりまして、めちゃくちゃね、ラーメンうまそうなんですよ。一応ここに乗っけておくんだけど、これですよ。このラーメン。もう写真見るからに絶対うまそうだよね。正直ずっと気になってるんで、まあ、近々ね、撮影外だとしても、一回はね、お伺いさせていただきたいなというお店なので、またね、ツイッターもしくは YouTube の方で行った際にはね、ご報告させていただきたいと思います。そしたら本日3つ目のコメント。家系たくさん行ってるけど、吉村屋さん直系のお店行かないんですか？というご質問でして。いや、ほんとね、吉村屋さん系と直系のお店さん行きたいんですよ。めちゃくちゃ行きたい。ただ僕自身の撮影がね、こう見ていただくと分かる通り、カメラをね 4、5台使うんですよね。でスタッフとかも使わずに、まあカメラマンとかもいないので、基本的には現場は1人で行くんですよ。そうすると事前の準備がね、結構20分近く早くてもかかったりはするので、やっぱりこうカウンターだけであっても、もちろんね店員さんと直にご連絡させていただいてご協力いただけるところは行けるんですけど、なかなかねテーブル席がなかったりとか、そういったお店さん行くのね結構厳しかったりするんですよね。かつやっぱり家系ってめちゃくちゃ回転が早いので、よりね普通のラーメン屋さん、他のラーメン屋さんと比べてもちょっとね撮影の準備がしにくい部分があって、かなりご迷惑をかけちゃうので、OK が出たら行きたいなぁとは思ってるんだけど、正直なかなか申し訳なくて行けてないのが現状ですので、今後ね行けるようなことがあれば行ってみたいと思います。そしたらちょっと長くなっちゃってるんだけど、本日最後のコメント返信はこちら。こういったね質問はもうだいぶ昔からねいっぱい来てまして、都度ね生放送だったりとかツイッターの方では発信してるんだけど、まあもちろんそっちはね見てないよって方も多いと思うので、改めてこの動画内でね説明させていただきますと、まあもちろんねお仕事のお問い合わせ先という形でアドレスは載っけたりするので、そこにご連絡いただいた際には、僕もね一緒に協力して仲介してもらっている人間とね仕事をしているので、その人の取り分もあるから絶対 100% ゼロじゃない。例えば企業様がやってる飲食店さんとかってあれば、もちろん案件をお受けすることはあるんだけど、ただね基本的に個人店さんからお金をもらっていくってことはないかな。まあそのすごい遠い距離、飛行機使わなきゃいけないとか新幹線使わなきゃいけないって場合で、あと泊まりじゃなきゃいけないって場合はそういったご相談させていただくことはあるけれども、基本的にね撮影のためにじゃあ何十万くださいとか個人店さんに言うことはない。個人店さんの例外としては、例えば動画の構成をうちで決めさせていただいて修正とかね確認をしないと動画公開しちゃいけませんみたいなお店の場合は、さすがにねそれはもう案件ベースになってしまうので、お金をねいただく相談をする場合はありますけれども、基本的にはねうちに来てください、食べてください、で勝手にやってもらって大丈夫ですよってことであれば案件としてねお受けすることはないので、そのあたりはご安心ください。で今ねこのコメント欄に書いてあるもつ煮込み屋さん、こちらに関してもメンデル川崎店の出身の方が独立したお店で、そういったねお店さんであればぜひね僕からお伺いさせてくださいと、まあ、お店の方にねお話をして行っただけですし、武蔵屋さんに関しても僕がね結構高校生の頃からいろんなお店さん行かせてもらって好きなお店だったんだけど、
武蔵屋さんね、行かないよって方から、どこのお店行っても味ってあんま変わんないんじゃないのみたいな話をね、伺うことが多くて、僕からね、武蔵屋の総大将、総括をしている方に、こういったね、企画、皆様に武蔵屋がどんだけ違って各店ね、美味しさが違うんだよってことを紹介する動画を作りたいとお話をさせていただいて始まったシリーズなので、もうほんと基本的には僕から発信で動画をやっております。で、ちょっと前にもね、コメントであったんだけど、昔は結構美味しい以外にも批判的な話もして面白かったけど、最近は美味しいしか言わないと。昔からそんな批判なんか言ったことない、絶対にない。やっぱりね、お世話になってる飲食店さん、撮影させてもらってる飲食店さんに対して僕は感謝しかないので、人によってはね、例えば合わなかった味だった時は美味しいを使わずにね、いろんな表現を使って表現するって方もいらっしゃるんだけど、僕はもしその好みに合わないもの中にはあります、あるけど、それはまずいじゃなくて僕の好みに合わないだけなので、基本的には全てに対して美味しいと言葉を使って動画で発信をさせていただいております。だから、例えばこういったコメント書いていただいている方が、仮にどっか僕の動画を見てね、お店さんに行っていただいて、その時に好みに合わなかったのかもしれないけど、そのお店、僕にとっては好みに合ってたかもしれません。まあそういうことでね、動画を見てもらって行ってもらいたい。で、実際に行くってことが一番ありがたいんだけれども、その中でもね、皆様が行った際に満足できそうだなと、自分の好みに合いそうだなと思うようなお店さんを見つけていただいて行ってもらうのがいいかなと思います。もちろんね、僕自身も撮影外だったとしても、例えばその行列店とか、オフで行った際にめちゃくちゃ並んだのに実際食べてみたら、あー、そんな感じか、みたいな時ももちろんあるし、逆に言えばめちゃくちゃガラガラなのに行ってみたら感動するぐらいうまかった、そういったこともありますから、あくまでですね、僕の動画は知らなかったお店を知るきっかけとしてね、楽しんでいただければいいかなと思います。まあ、ちょっと真面目な話なんでね、長くなっちゃったんですけど、もう米編コーナーもうだいぶ尺使ってるので、このあたりで本日は終了させていただきたいと思います。それでは次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。